あ、抜けた。抜けた。ブンちゃんちょっとフッキングに難ありだから、やっぱりアシストフックが必要かな。ブンちゃんあれか、ちょっと横幅がメタボだから。この辺に難があるかもしれないですね。だから普通にトレブルとかアシストつけた方がいいのかもしれないな。来た。いやでもブンちゃん頑張った。ブンちゃん頑張った。ちょっと大きい。これぐらいのサイズなら来るのかな。はい、クランク。ブンちゃんかわいい。よし、じゃあ逃がしてあげよう。あ、待ってでかくなったね。ブンちゃん、バスデさんありがとう。これは関門派だ。ちょっと待って、取れんかった。よいしょ、ありがとう。すごいな、このルアーどこで売ってるのかな。ヨセミヤさんっていうところに売ってるんだよな、これ。ヨセミヤさんでツイッターでも言ったけど、テレピアがなんかめっちゃ釣れるんだってこれ。川で投げても面白いよ、教えてもらいました。あ、来た。あー、抜けた。それなりのサイズが丸飲みしてくれないだろ。あれか、フックアップしねえのか。勝ったな。来た、ブンちゃん。あー、抜けた。あ、ブンちゃんブンちゃんフッキングに難あり。いや、ちょっとブンちゃんにはアシストフックは必要かもしれない。ごめん。意外にこれ 4.5g でも投げられるんだな。今 PE の 1.5 で30ポンドのリーダーなんだけど、なんだかんだで投げられるわ。タトゥーラさん優秀。ああ、さっきの人がこっちに移動したのか。今あそこで立ってる人いるじゃん。あそこのあのラインが、旗が大きい旗が釣れる。あ、ルアーじゃなくて深瀬だ。え、ルアー誰もいないってこと。そうなるとルアー誰もいねえんだけど。あ、来た。あ、めめめブンちゃん。あ、抜けた。ブンちゃんそこでプカプカしてたら飛びついてきた。やべえ、ブンちゃん楽しいよこれ。ブンちゃんのヒット率やばない。そして、あ、ついてる。後ろからブンちゃんめがけてこう岩に隠れながらこう近づいてくる悪い、なんか黒いやつがいた。ほら逃げよう、あいつは悪いやつだ。お前スピニングだったらもうちょっと投げられるかな。さすがに、あ、来た。あー、抜けた。後ろからついてくるのが見えるんだけど、みんな小さいんだよね。あ、潮目が見える。全然飛べない。ガラテントウム。あえてブンちゃんちょっと早く巻いてる。いや、早く巻くとちょっとあれだな、浮いちゃうな。来た、ブンちゃん来た。ブンちゃんやべえんだけど、ゴンベちゃんだ。ブンちゃんめっちゃ釣れる。やったー、はい、テントウムシ。ブンちゃん。ゴンベちゃんです。はい、ありがとう。今のは旗じゃありませんよ、ゴンベですよ。やべえ。くっそ面白い。あ、来た。あーあ、来た。あー、抜けた。ノーマルでついてるトレブルフックの方がいいのかな、アシストよりも。さすがにちょっとこれで、あ、来た。あくるぶしくらいのところでもなんかピヨンと出てきた。全然フックアップする。あれだな、止めた時ってお腹下から食い上げてくるから、多分フックが入ってないんだよね、口の中に。だからトレブルの方がいいかな。ブンちゃんもまさかこんな荒波に投げられるとは思ってないよね。食い上げに対応すればもっと釣れるんだろうな。もう戻りながらやりましょう。結構満足してるっていう。ああ、後ろからくっついてきてる。岩伝いに行こう。後ろからついてきた。潮止まりでちょっと釣れんくなってきたか。来た。
あー抜けたブンちゃん抜けまくり。やっぱアシストフックだな逆にフックが小さすぎるのかな、ブンちゃんにとって。ブンちゃん対抗あるから。来た、よいしょはい、関門旗。そっちの可能性の方がもしかしたら大きいのかもしれない。ほい、関門旗かわいいですよこの顔ありがとう。じゃあ逃がしてあげましょう。ほい、ありがとう。まあもしかしたらこれぐらいのサイズのフックをロングにして、もうちょっと大きいフックをショートにしてツインフックにしてあげるのがいいのかもしれないですね。バレる率というか。多かった。じゃあやっぱそういうことなのかな。よいしょ。あれだね。魚をこう浮かせる力が強いのかな。潜っても15センチも潜ってないんじゃないこれ。5センチくらいしかなんか潜ってるイメージないんだけど。波で全然聞こえませんでした。ああ突っ込んできた。あ来た。ああ抜けた。小さいおじさんに見えたな今。そこでステイさせてたらまた飛び出してきたこうやってさ、ブンちゃんが引き波で揉まれるわけよ、ぐる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 ってその時にねパクッて小さいあれだな、取りこぼしもなければ初心者の人でも1時間10匹は達成できそうだね。スピニング渡して頑張れって本当のねキャストしたこともないような人を連れてきていけるんちゃうんか。ブンちゃんなら観光客じゃなくても楽しいと思うよ。そこからステップアップしていけばいいんだし、こういったリーフで釣りができたりね、自然を満喫できるのが、で水の中に入ってとっても涼しくて、ね、熱帯魚もちょろちょろ泳いでる。雰囲気だけでも楽しいっていう。ここはね歩きやすいか。ブンちゃん、ブンちゃんやるねやっぱり。やっとちょっと油断してた。もう回収して結構どうでもいい感じで巻いてたから。はい。石垣旗。ちょっとねこの辺、ああごめん。落ちちゃった。ちょっとこうねスタースポット上にね斑点がある。石垣旗。やった。ありがとう。ちょっと結び直していい？もうだいぶ釣ったから釣られてるな。この根がかりなんてねえよって安心感がいいな。これは大事だ。これは高ポイント。うん、根がかりした外してっていう申し訳ないいとこの顔がね笑顔に変わるんでしょうねこれで。あーごめん寝がかりしちゃった、取ってくるからいいよってその時の申し訳ない顔、あれがなくなるだけでもねかなり違います。いや変えてない、まんま変えないとなーとは思ったけど、まあいいやと思って。ラインも意外に大丈夫だな。8本よりしてみたんだけど全然問題はなさそうです。今までは 1.75 で150巻いてたんだよ。で直結強度だっけ、あれが13キロ。で今はデュエルさんに変えて 1.55 に落としたんだけども、その代わりに8本寄りにして 13.5 キロになったんだよね。強度的には上がってはいるんだよ。それで 200m 負けるようになって、え200負けんのびっくりした。一応ラインの強度も上がってプラス 50m。 ただね4本寄りよりも8本寄りってふにゃふにゃだから心配だったんだけど、まあ心配してるトラブルもなさそうかな。ブンちゃん投げられれば何でも投げられるだろう、まあ、多少はねバックラッシュはしたけど逆風に向かって投げたら問題はないでしょう。心配していたラインは OK。 じゃあもう美味しいところに投げられてないんで終わりにしましょういやでもよかったブンちゃん
もう根掛かりの心配なんてゼロだ。いや全然釣れると思うよ。ブンちゃん予想以上だけども、あれですな、フックをアシストフックつけたり、まあ、最初についてるトレブルフックにした方がもしかしたらいいかもしれない。次来るときはね、さらにアシスト追加してツインフックにして試してみます。あとデュエルのラインね、8本より8本網か。思った以上に普通にベイトで使えそうなんで、もうちょっとこれで試してみたいと思います。じゃあ帰ろう、疲れた。思ったより釣れてよかった、帰ろう。